小島さん、おはようございます。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。ウグイスパン、ついに見つけました。ウグイスパンってね、あっちにもこっちにもあるわけではないのかな。あるけども在庫数が少ないんで、すぐ売れてなかなか巡り合えないのかな。今日は山崎のウグイスパンゲットしました。早速いただいてみます。まあ、今ね、統一地方選挙が縁竹縄でございますけども、皆さん投票先は決まったでしょうか。もう私はね、国民一人一人のことを思うなら、まあ、令和新選組とかの政策がいいなと思いますし、 NHK の不正と、それから国会議員や裁判所のグル忖度をなくすためには、うん、NHK と政治家女子48党かなと思いますし、その他ね、現状維持でもっと弱者に厳しく強者に温かい政権をお望みなら、まあ、自民党がいいんじゃないかなと。まあ、そして公明党はね、いるのかいないのかはっきりと分かりません。っていうか、いつも余計なことばっかりしないでください、公明党ね。うん、で、共産党は怖いんでなくなった方がいいと思います、共産党。まあ、政治信条ってのはね、さまざまありまして、それぞれ自分に合う服ってのはその時々において違うと思いますけども、どちらかというとね、有権者が育ててやるっていうふうな気持ちで、こうね、二人三脚でいかないと。自分の支持する政党はここです、丸投げ、あとは良きに計らえ、文句があったらケジつけてやるぞっていう他力本願ではダメなのかなと思いますけども、皆さんはどう思われますか。とりあえず今日はウグイスパンをいただいてみようかと思います。いただきます。うん、ウグイスに達してません、まだ。うん、今ね、ロシアがウクライナに戦争を仕掛けていて、どういうんですかね、市民の犠牲者っていうのがウクライナにものすごく出てますよね。でもロシアの民間人に犠牲者っていうのはあまり出てないと思うんですよ。だからロシアの市民から戦争反対の声はあんまり出ないんだろうなと思います。まあ、要するに物価がちょっと高くなったぐらいで、自分の身内が死んだりとかね、今日にも電気が止まって爆弾が落ちてくるとかっていう恐怖もないし、まあ攻める側の理論なんですかね、攻められてる方はね、戦争を中止する、中断する、まあその力がないですからね。結局ロシアが侵攻しなければいいんでしょ。でもモスクワが陥落しない限りは戦争はやめないでしょうね。うん、まあいろんな理屈があるんでしょうけども、ネオナチだかなんだか言ってケチつけて人の国に攻めていってね、ウクライナって歴史的にもいつもいつもロシアからひどい目に遭わされていて、うん、何なんですかね。まあこうやって私はウグイスパン食べてますけども、この環境がいつまでも続くのか、どうなんでしょうか。ロシアがその侵略の矛先を日本に向けた時に、日本には十分な防衛手段があるんでしょうかね。まあでも陸続きの国を攻めるのと、海を隔ててまあ国を攻めていくのと、だいぶ難易度ってのは違うみたいですんで、まあ日本は幸か不幸か海に守られてるなっていうところはあります。しかし今はね、 ICBM とかでボカンですからね。特に通常兵器を日本の原発にぶち当てれば、もしくはそれを匂わす脅しをかければ、あっという間にお手上げですよ。うん、それから私ね、最近まで知らなかったんですけども、中国からの日本への輸出が1兆とか2兆止まったら、それによって日本の生産力は50兆円ぐらい落ちるらしいですね。これ令和新選組のね、山本太郎さんが国会その他街頭演説でなんかお話ししてくださったんですけど、ああいうふうなね、確実な数字を持ってズバズバと言ってほしいですね。
自民党っていうのはなんかね、その答える立場にないとか、さらなる検討を繰り返すとかね、子育て政策も結局は少子化政策ですよね、少子化対策というよりも。で、国債発行すればいいのに社会保険料値上げでしょ。政策の失敗を国民に付けを回してばっかりで、まあ盗賊政権ですね、もうこの国はね、理論六中正義ではやっていけないんで、おそらく次の政権交代は暴力か内戦の後に実現するんじゃないかなと思いますけども、まあそうなったとしたら、それは自民党が招いた結果だなと思いますね。はい、じゃあそんな統一地方選挙、皆さんそれぞれお考えあると思いますけども、この一票が全ての行動が未来に続いているということでございます。ごちそうさまでした。